さあ解説の内藤選手そして佐藤選手も参戦している、椿はワンにも参戦している選手なんですが、参戦してきた選手なんですけれども、それが17歳の西川と対戦することになります。本が鳴りました。17歳ってめちゃくちゃ若い。ミドルから入っていく、まあ、西川はいわゆる立ち技打撃系の試合と、まあ、いわゆる二刀流ということになりますが、完全に主導権取ったですね西川選手が。もう少し立ち技の時間が長いかと思ったんですが、佐藤選手ここは一気にテイクダウンにつなげましたね。そうですね、前の木下選手との試合の時ももうテイクダウンしてずっとコントロールしているような試合だったんで、はい、まあまあ、西川選手の試合のペースだと思います。でこのまま削っていって、まあ、バウンドアウトなりサブミッションを狙っていくような展開。椿選手はそうですね、こうやって、まあ、立ったり下から仕掛けていきたいですね。おお、そっと投げました、投げ捨てました、後ろにつきます。内藤選手今うまく対処しましたね。そうですね、椿の方が、いやすごい、多分ちょっと使ったんじゃないですかパワーは。ちょっと、うん、まあ、出だしですからね、なんか嫌な気持ちのままでは痛くないという。アームロック狙ってですね、ここから多分回して上取るっていう狙いは。ああ、西川、この西川大和は嫌ですよね。小学生の頃から北海道を拠点とした総合のプロモーション PFC の試合に出続けていました。まあ、ナイスナイステイクですね。ただ椿さんやっぱりさっきから持ち上げてテイク取ったりして、はい、結構力使ってると思うんですよね。これ後半どう響いていくか。立って、うん、倒して立たれるって結構精神的にも来るんで、うん、きついですね、うん、後半どうなるか。西川選手はスタミナあるイメージあるんで。内藤選手これもすぐに立てるということはうまく対処してると。いや今やり合ってると思いますね、攻防でお互いに、はい、まだトップキープの時間がさほど長くはなっていません両者。これは今度は椿の方がシングル入っています。まあ、内藤選手の場合はどん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 テイクダウンを狙って5ラウンドあっても5ラウンド最後まで狙い続けるという流れですけれども、さあこの2人はどうなるのか。そうですね、でも結構疲れると思うんですよ、さっき持ち上げたりしてたんで、うん、結構今も持ち上げてるじゃないですか、はい、これ結構疲れると思うんですよね。さあ椿が短期決着を狙うのか。西川さん多分多少やらせてますね今。やらせながら泳がしてで、まあ、殴れるときに殴って離れたら狙うという。そうですね、そこで倒すなら倒しきらないと結構きついですね。これでやらされている状態で倒しきれないと後半きつくなる。さあもう一度差し上げてからのテイクダウンになります。ナイステイクですね。さあ抑えきれるか椿。ここ抑えたいですね。さあ下から三角上向いてさあ組んだ。これ結構厳しい。さあどうか、下から西川大和トライアングル三角締めに入っている。あどうですか、ナイス下決まった。勝者西川大和。西川大和が三角締め。攻防が西川選手はずっと切れてないですよね。テイクされてもずっと立って、はい、なんかすごい繋がってるっていうか戦いが。椿さんは逆にテイクしてちょっと落ち着いてしまったというか、うん、そこをちょっと三角狙われちゃったですね。17歳の戦い方じゃないですね。あの小学校からねプロモーションの試合に出続けて、まあ、あのご紹介しますとプロルールになってからはここまでは19戦して11勝3敗引き分けが5つ、まあ、11勝のうち9つの KO、まあ、韓国でも試合をしていますけれども、シュートの2戦目は見事な三角締めで椿飛鳥からタップアウト。なんか裸足で北海道で生活してたっていうのを聞いたことあって、野生児、あの川のな流れに逆らいながら少し鍛えるとかですね、もうすごい小さい頃から木登りをするとかですね、あのお父様の武彦さんがですね元あのシュートのジムに通った経験もあって、それで子供を、まあ、この大和
選手を世界の頂点にと、そういう壮大な目標です。これ楽しみですね、うん、すごい。17歳ですか。今17歳ですね。今年間もなく18歳ですかね。すごいですね。さあ、その石川大和フィニッシュシーンをご覧いただきました。見事な一本勝ちでした。